異界での戦いに侵傷した総援艦隊は傷つき疲れ果てていた。祖国を守るために祖国を捨て砲弾援軍をくぐり抜けてきた彼ら。だが祖国は彼らを温かく迎え入れることはしなかった。満身創痍の総援艦隊を救ったのは祖国の旗を掲げた艦隊たちだった。影をも利用し栄光の復活を画策する国。苛烈な戦いの裏で世界は大戦を続け血を流し続けていた。そして人々は気づいてしまった。もうあの頃には戻れないということを。グレンの豪華が待ち受けていようと進み続けるしかないのだと。